腕とかそういうホビーロボット系だったらこう、まあ、床がある程度滑る状態、要するにコンプライアンスを効かせるというか、要はちょっとこう滑って習うような感じの方が歩行自体は楽なんですけれども、センサーがないから、まあ、それだとこう、要するにロボットの剛性があまり、お見せしづらいので、今回はなるべくこう滑りにくい床でですね、まあ、ほとんどまっすぐ、結構こうああいうホビーロボットはガーッと曲がっていっちゃうんですけれども、今見ていただくと分かるようにほぼまっすぐですね、あのセンサーのフィードバックつかなくても歩けるくらいの剛性を、かなりゆっくりのスピードで動作をして、体操動作を実現するこのくらいゆっくりなスピードでもちゃんと動けるくらいのロボットとしての性能がどうしても必要だということになります。最後はやっぱり残っちゃいますよね。